なんだ君か。そうならそうと、ノックする前に言えよ。一本損したじゃないか。謝ることはないよ。職員室の喫煙コーナーのみで喫煙すべしってきついお達しなんでね。愛煙家には肩身の狭いご時世だ。仕方ないよ。教師になってからだよ。それがどうかしたかい？女がタバコを吸おうが吸うまいが、そんなことは勉学と運動と文化活動に先進すべき成功性には関係ないのではないかね。まあお堅いことを言うつもりはないがね。じゃあ逆に聞くが、君は何のために高等部に進学したんだ？やっぱりただなんとなくか。一番多い答えなんだな、これが。いかんね、近頃の若い者は。って言っても、私だって君たちの頃はそんなもんだったらね。教養を身につける？アクセサリーじゃあるまいし、教養なんて身につけて飾り立てるものじゃない。むしろ飾り立てているものがなくなってもそこに残るのが教養だ。と私は思っているが、別に押し付けるつもりはない。そう思うかどうかは君が君自身で考えるべきことだ。そういうものだ多分な。何か用でもあったのかい？うん、でもね、安心しろっていうのが医者のコメントだ。今は信じるしかないな。昨日の放課後、教室で倒れていたというのはホームルームで話しただろう。それ以上のことは私も聞かされていない。そんなに心配なのかい？そうだね、私も心配だが、今は回復を待つしかないだろう。担任思いもいいが、必要以上に心配しない方がいいよ。
けじゃないけど、何してるのかなって思って。え、神岡くんってお花とか好きなの？あ、ごめんなさい、別にってことはないよね。しないでも咲く花だし、形も普通だし。でも神岡くんの言うこともわかる気がする。
します。ちょっと鼓ノックくらいしようよ。用事じゃないから、ちょっと聞きたいことがあっただけなんだ。ごめんなさい神岡くん。ほら鼓、神岡くんが迷惑してるでしょ。邪魔しちゃ悪いよ。行き詰まったのなら U ターンしてみたら。鼓、ほら行こうよ。同級生のことで気になったことがあって、ちょっと聞こうと思ったんだけどね。すずむくん、2の A の星原さんって知ってる？そう、だったら仕方ないよね。ところですずむくん、さっき私たちが部屋に入った時、ペンダントみたいなものを隠したでしょ。それ、見せてちょうだい。七角形だったでしょ。え、進むくん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。それってもしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の。覚えてないの？1年前の事件。鼓、その話は。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でもアキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。てるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ、神岡くんはあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ今となっては。そういうもんかな。
昔からある清涼学園の七不思議の一つに主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけど、このペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓って、こういうことは詳しいの。事件、あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。だからその話はやめようよ、つづみ。なんでそこまで嫌がるかな、この子は。本当に嫌なの。